出直してきた。相手が悪かったな。相手が悪かったな。
やれやれ、手こずらせてくれる。
出直してきた。
せ。勝利の美食ってやつだな。Thank you.
勝利の美食ってやつだな。知らないわね。
次は空賊団が現れたボース中すでに準備が。おや、どうやらこの天才の。
みんな行くわよ。
ら知らないわね。お疲れ様です。無事に何か依頼を達成したらまた報告に来てください。いらっしゃいませ。ボス氏に向かう。あ、はい。エルナン様からすでに乗船手続きをなさい。手続きをしたら船が来るまでここで待った方がいいだろう。もうグランセルでやり残したこと。かしこまりました。ではギルドに連絡して他の方もお呼びします。間に合ったか。あれ、ナイアル。それにドロシーじゃない。エステルちゃん、ギルドを訪ねたらすでに出発したって聞いてな。慌てて追いかけたんだが、なんとか間に合ってよかったぜ。どうしたの？昨晩の事件についてなら一通り話したはずだけど。いや、ちょいと個人的にお前に知らせたいことがあってな。離陸までの時間、俺たちに付き合ってくれねえか。私と？知らねえ。いいわよ、話してらっしゃいな。私たちは先に席を取っておくから。うん、よろしく。ごきげんよう、ナイアルさん。さようなら。それじゃあ時間もないし。で、なんでオリビエがちゃっかり残っているわけ？僕のことはそこら辺に転がっている石ころだと思ってくれたまえ。さあ話を始めるといい。この男は随分自己主張の激しい石ころだな。姿が見えないと思ったらやっぱりね。ちょっとシェラー君。はいはい、さっさと座席に行きましょうね。なんというか、相変わらずな兄さんだな。まあね。ドロシー、なんだか元気なさそうね。確かボース地方に取材に行ってたんだっけ？うん、今朝戻ってきたんだけど。 あのね、エステルちゃん。あ、思い出した。確か霧降り峡谷にある空賊のアジトに行ってたのよね。
今は軍が飛行訓練の基地に使ってるっていう。あれ、それって。ようやく気づいたか。ゆべ空賊団の残党に襲撃された基地ってわけだ。こいつちょうど空賊艇が奪われる現場にいたらしくってな。そうなんだ。それじゃわざわざ情報提供に来てくれたのね。気が利くじゃない。まあ確かに情報提供ではあるんだが。え？まあいい、ドロシー渡してやれ。あのね、エステルちゃん、あんまり悪いように考えたらダメだからね。写真って全ての真実を写してるわけじゃないから。どうしたのよ、真面目な顔しちゃって。これ私が昨日撮った写真。これって空賊艇とあの僕っ子よね。でこっちにいるのは。え、今のところこの写真は王国軍には提出しないつもりだ。もちろん紙面に載せる気もない。どうするかはお前の判断に任せるぞ。どうぞ、こちらです。ほう、手入れが行き届いている。王国軍の方でしっかりと整備してくれたようですな。何度か飛行訓練に使用させてもらいましたから、私も2回ほど操縦しましたよ。いかがかな、実際に操縦してみての感想は。いや、速度と機動性は我が軍の警備飛行艇以上です。確か3年前に発表されたラインフォルト社製の高速飛行艇でしたな。失礼ながら飛行艇といえばリベール製と思っていたので正直驚かされましたよ。帰国の警備艇と比べると装甲は心もとないですし、武装も多く詰めませんがね。かといって偵察機にするには製造コストがかかりすぎる。正直なところあまり軍用には向かない船ですよ。おお、そうなのですか。いい船なのにもったいない気もしますな。本国ではもっぱら貴族や資産家の道楽として使われているそうです。例の空賊団ももともとは同じ事情だったのでしょう。確かカプア男爵家でしたかな。元男爵家です。借財で領地を失ったことによりすでに爵位も剥奪されています。実はこの船も抵当に入っており、債権者が引き渡しを要求していましてね。
なるほど、いろいろと事情があるようですな。いずれにせよ、元帝国貴族が帰国で愚行を犯したのも事実。申し訳なく思っています。お気になさらずに。ところで引き取りはいつ頃になりそうですか？早ければ数日中に。もっともそちらもいろいろと忙しそうな様子ですが。クーデター事件の残党ですね。所詮は逃亡者たちの最後の悪あがきに過ぎません。心配なさらずとも、すぐに逮捕できるでしょう。うわー、前来た時と少し雰囲気が違いますね。照明に照らされた姿もとってもキュートです。おいおい、ジョーちゃん、できたら撮影する前に許可を取っちゃくれねえか？あ、月明かりに照らされた真夜中の霧降り峡谷、うーん、なんて幻想的で可愛いのかしら。だからよ。彼女は？マスコミの人間ですよ。先ほどこの訓練場に取材に押しかけてきたんです。確かに予約は入っていたんですが、こんな時間に訪ねてくるとは。なるほど。見たことのない軍服を着てらっしゃいますね。それに背も大きいですし。どちらの部隊に所属されてるんですか？いや、自分は。あ、申し遅れました。リベール通信っていう雑誌のカメラマンをしているドロシー・ハイアットです。雑誌の特集でこの訓練場の写真を撮りに来たんですよ。エレボニア帝国軍所属、リベール駐在武官のミュラーだ。10年前の戦争ではオートに住んでいましたから。そうか。隊長、よろしいですか？なんだ、どうした？司令部からの連絡です。例の残党の動きについて大きな進展があったそうです。ふう、眠いね。早く交代時間にならない。第二種警戒体制ってのがこんなに暇だったなんてな。さっきのジョーちゃんがまた来てくれるといいんだが。あのメガネの子かよ。お前変わった趣味してんな。確かにユニークだったけど、なかなか可愛かったしさ。お近づきになりたいなって。だったら休憩時間に来。しかし。情報なんでもロベンヌ廃校に隠れていたぞ。さあ、元エリート部隊の考えてることなんて俺たちなんか。ご苦労、二人とも。これは隊長。見回りご苦労様です。ああ、そのまま聞いてくれ。どうやら情報部の残党がグランセルに現れたら、カノーネ元大尉をはじめとする全メンバーは逮捕されたそうだ。え、そうでしたか。それじゃあこれで警戒体制は終わりですね。いや、それなんだが、空飛ぶ巨大人形というのがオートに現れたらしくてな。その捜索が行われているらしい。空飛ぶ巨大人形？なんです、そりゃ。私にもわからんよ。いずれにせよ、夜明けまでは警戒態勢を続けろとの指示だ。悪いが、
このままよろしく頼むぞ。何なんだよ、空飛ぶ巨大人形ってのは。さあな、ま、いずれにせよもう襲撃の危険はないだろう。あとは交代時間まで。そうだな。あれ、なんだ。いや、何か聞こえ。やるじゃねえか。お見事、あっという間だったな。なかなか大したことじゃないさ。気が緩んだ兵士を眠らせるなんて。ああはいはい、あんたに可愛げを求めた僕がバカだったよ。しかし本当に山猫号はここに置かれてるんだろうな。てっきり例の要塞あたりに運ばれたと思っていたが。調べた限り間違いない。飛行訓練に使われているから整備もされているはずさ。ありがたいね。ただ機体を動かすには山猫号の起動キーが必要だ。手に入れる当てはあるのか。多分先ほどの守備隊長、帝国軍に飛行艇を渡すときに一緒に渡すつもりだろうからね。力ずくで取り戻すわけだね。ただし殺さない方向で、必要以上に王国軍を敵に回さない方がいい。巡回中の兵士についてもなるべく隠れてやり過ごそう。まったく無茶言ってくれるよね。まあ確かに僕も殺しは反対だけど。当たり前だ、俺たちカプア一家に殺しと暴行はご法度だからな。はあ、本当俺たちって悪党になりきれないというか、あの少尉の言った通りかもな。な、何がおかしいのさ。いや、あまり時間はない、そろそろ始めよう。いよいよだな。よし、気合を入れるぜ。さてと、ぼちぼち出かけるとするか。おい、まずいな。キールさん、僕が渡した S2 弾を一つ。あ、ん、なんだ。あ、なんだ。ダメだ。中身はどこ。まあね、調合法決まい。構えていれば戻ってきた。入ってきたところを叩くよ。え、な、え、遅い。どうだ。
僕に任せときなって。あっけなく見つかった。さすがに。ねえヨシオ、前に僕たちと戦った時あんどういう意味だい。だってあんためちゃくちゃ強いじゃん。正直あの時とは比べ物にならないくらいにさ。別に手加減はしていない。スイッチが入っていなかったくらいさ。スイッチ。詳しい説明は省くけど、そのスイッチが入ると僕は極限まで目的合理的な思考行動をすることができる。ただそれだけの違いなんだ。うん、分かったような、分からないような。使える力、ただその力を。そう大したもんだぞ。今のお前ならあの特務兵の隊長ともやり合えるんじゃねえか。結社の出先、僕の脳1対1の戦いで検定にかなうはずがない。検定？それってあの少尉のこと？ああ、彼がいる限り僕は決して正面から結社に挑めない。漆黒の牙の名の通り、暗闇から牙を突き立てるだけさ。なんというか、随分はつまらない話をした。時間がない、先を急ごう。
し、めちゃ感激です。そう言ってくれると腕を振るった甲斐があるぜ。エラボニアの旦那はどうだい？ああ、文句なくうまい。帝国軍で出る食事と比べたら天地の差と言えるだろう。そうなのか。エレボニア軍ってのはどんなもんが出るんだい？そうだな、塩辛いだけのコンビーフ。煮崩れした味気のない豆。カビの生えかかった黒パン。この3つは必ず出てくると言ってもいい。ですね、そんな料理ばっかり食べているから戦争したくなっちゃうんですか？ジョーちゃん何気にきついな。まあさすがにそれはないと信じたいところだが、ただ巨大な兵力を維持するために糧食の質を必要最低限に抑える、そういう発想は確かにある。厳しいんですね。あんたらも苦労してんだね。ねえ、どうしたの？あ、どうやら食事中みたいだ。しばらく動かないだろうし、このまま通り過ぎよう。うん、とっとと先に進むか。先に進もう。私の山猫が本当会いたかったぜ。見た感じ、ちゃんとメンテナンスされてるね。さすがリベール軍、飛行船の扱い方が分かってるな。嬉しいのは分かるけど、あまり時間はない。起動キーも手に入れたし。はいはい、分かってるって。たく、少し。それじゃあ中に入ろっか。いたぞ！
空賊ども、いつの間にこいつらが隊長たちを気絶させたのか。仕方ない。おねんねしてなよ。先に進もう。一丁上がりだね。すぐに後続が来るはずだ。ここで食い止めるから、あなたたちは発進準備を頼む。おお、任せときな。ジョゼット、君はいか。山猫号の発進なら兄貴たちがいればできるさ。僕はここであんたのサポートをしてやるよ。だがクールに振る舞ってるけど、あんたやっぱり甘いよね。今までもなんだかんだ言って僕たちを助けてくれたし。ここであんたを見捨てて逃げるとか思わなかったわけ？これでも人を見る目はあるつもりだよ。特に君たちみたいなお人よしの人間に関してはね。お人よしはあんただろ。やれやれ、騒がしいので来てみれば。え、カプア空賊団、このタイミングで現れたか。しかも君が同行していたとはな。覚えていましたか。こんなところにエレボニアの軍人が。あんたの知り合いなの？顔見知り程度だよ。多分不戦条約の前に船を引き取りに来たんだろう。お察しの通りだ。その船を奪われようが我々としては痛くもないが、こうして居合わせた以上見過ごすわけにもいかない。改めて名乗らせてもらおう。帝国軍第7機甲師団所属。気をつけて。一筋縄じゃいかなそうだ。君ほどではないと思うがな。行くぞ。Thank you.
せい。せい。セイがヴァンダールか。オリビエさんの正体、大体見当がつきましたよ。それを言うなら、君の正体もなかなか驚きだ。ハーメルの二次、ヨシュア・アストレイか。やはりか、あのお調子者の勘もたまには当たるらしい。聞かせてもらいましょうか。どうしてあなたたちがそれを。どうやら本気にさせてしまったようだね。ならば俺も全力で答えよう。ちょっと準備完了だ。二人とも飛び乗れ。うん。ほら、何やってんのさ。なに。シャッターキャンスミス。くそ。隊長殿はどうした。ハーゲンモンに連絡を取れ。今の男の子ってどこかで見たことあるような。ああ、どういうこと。ナイアル先輩に相談しなくちゃ。命拾いをしたのは果たしてどちらの方か。まだまだ俺も未熟だな。しかしハーメルか。どうやらあのお調子者の手伝いをするしかなさそう。これってやっぱりヨシュアだよね。マフラーなんかしちゃって、何カッコつけてんだか。ちゃんとご飯とか食べてるのかな。やっぱりヨシュアはリベールのどこかにいる。空賊たちと協力しながら何かをしようとしている。でもどうして私たちを頼ってくれないの。ヨシュアのバカ。軍の基地を襲撃するなんて無茶なことをしちゃって。こんな冷たい、出会った時みたいな目をして。それにどうして僕っ子なんかと仲良さそうに映ってるわけ。エステル、え、知らねえ。なんだ、ここにいたんだ。フラッといなくなるから心配しちゃったじゃない。どうしたの？乗り物酔いでもした？あ、うん、心配しないで。体調が悪いわけじゃないから。そっか。はあ、今日もいい天気ね。こんな穏やかな空の下で怪しげなことを企んでいる連中がいる。
まったく馬鹿げた話だわ。たちの話が何だったのかは聞かないけど、今のあんたには頼っていい仲間が何人もいるわ。もちろん私も含めてね。もちろんあんたが一人で心の整理をつけるのもいいわ。ただ私たちは全員あんたの力になりたいと思ってる。それだけは忘れないで。知らねえ話はそれだけよ。ボースに到着するまではまだまだ時間はあるけど、途中でロレントに着陸するときはちゃんと席に戻るようにね。頼るか。ちょっとみんなと話をしてこようかな。またお散歩みたいですね。あ、うん、なんとなくね。ヨシアさん、どうかなさったんですか？え？どうして？やっぱりナイアルさんたちの話はそういう内容だったんですね。あ、カマかけられた？これでも女王候補ですから。駆け引きの類はちょっぴり通じているんです。はぁ、かなわないわね。うん、確かにヨシアの話だったわ。ヨシアさんは無事で、しかもリベール国内にいる。でもそれを素直に喜べない何らかの事情がある。そんなところでしょうか。当たりました。クローゼ、洞察力良すぎだってば。十分立派な女王様になれると思うんですけど。でもよかった。よしよし、それが分かっただけでも嬉しいです。うん、私もそれは嬉しいけど。エステルさん、ダルモア市長逮捕の時、市長が銃で脅した時のヨシアの態度。はい。ヨシアが今あの時みたいな目をしてるって言ったら、クローゼどう思う？ごめんクローゼ、ちゃんと打ち明けられないのに思わせぶりなことを言っちゃって。いえ、いいんです。エステルさんの悩み少し分かった気がしますから。そっか。それとは別にね。え？大したことじゃないのかもしれないけど、こっちが散々心配してるのに女の子と一緒ってどう思う？あ、その子の年齢は？私たちと同じくらい。なんだかこう納得のいかない気持ちが湧き起こってきますね。そうだよね。やっぱり納得いかないよね。ええ、もちろんです。ヨシアさんたら一体何をやってるのかしら。まったくもう、小一時間問い詰めてやりたいわ。
ちょっとだけ気持ちが楽になった気がするわ。どういたしまして。お役に立てたのなら嬉しいです。気持ちの整理がついたらみんなにもちゃんと話すから、それまで待っててくれる？はい、もちろん。それでは私そろそろ席に戻りますね。前にロレントを経由するから割と時間はあるわよ。散策するなり席で休むなり好きなようにするといいわ。おお、エッセル、どこに行ってたんだ？あ、うん、ちょっと風に当たりにね。そうか。そういえば次に着陸するのはロレントって町らしいが、確かお前さんの家があるんじゃなかったか？あ、うん、正確に言うと町中じゃなくて町外れに家が建ってるんだけどね。父さんのこだわりだったみたい。ほう、そうなのか。しかし旦那が建てた家ってことはさぞかし粋な佇まいなんだろうな。どうなのかな。粋かどうかはともかく住み心地はいいと思うけどね。私と父さんとお母さんとヨシアの思い出が詰まってるし。そうか。やだな、ジンさん、そんな顔しないでよ。ロレントで降りるんだったらジンさんを招待するところだけど、またの機会ということで。ああ、そうだな。ところでエステル、ボースって町に着いたら俺の稽古にでも付き合わんか？え、突然どうしちゃったの？オートじゃ眠らされちまってろくに働けなかったからな。なまった体をほぐしたいんだ。そっか。ジンさんの稽古相手が務まるかどうかわからないけど、私でよければ喜んで。お、よろしく頼むぜ。エステル、どうした？あ、うん、いつもの船内散策よ。そうか。いつもいつもよく飽きねえもんだな。うんだ、いいじゃない。ボースまではまだ時間があるんだし。ま、一眠りするくらいの時間はあるかもしれねえな。しかし次はボース地方か。ルーアン、サイス、オートと来て今度は何が起きることやら。うん、何も起こらないのが一番だけど、そうもいかなそうだし。ああ、とりあえずボースに着いたら空賊どもの調査でも始めるか。え、何を驚いてやがる。連中が結社の手先っていう可能性はお前が言い出したことだぜ。あ、うん、そうだけど、よくよく考えてみたらその可能性は低そうかなって、うん、ほら、私って何回か連中とやり合ってるし、結社の手先になるほどの悪党じゃないかなって。ま、いいけどな。詳しい話はボースに着いたらルグラン爺さんから聞けるだろう。うん、そうね。そろそろグランセルでは不戦条約の調印式に参加するがつつがなく終わって、ボースに着く前にロレントを経由散策するなり。ティート、こんな場所でどうしたの？あ、エステルお姉ちゃん、あのね、ちょっと考え事をしちゃって。考え事？うん、ねえお姉ちゃん、私
やっぱり頼りにならないかな。え？お姉ちゃんなんだか悩んでるみたいだったから。それって私じゃお手伝いできないこと？あ、参ったな。ティータにも見抜かれてたか。やっぱりそうなんだ。わがまま言ってついてきたのに、私何の力にもなれなくて、リンちゃんのことも引き止められなかったし、私やティータ、バカね、そんなこと気にしてたの？でも私は悩んでいるっていうよりはちょっと混乱してるだけだから。他の人に頼っても何の解決にもならないから、だから今はちょっと一人で考えさせてほしいんだ。お姉ちゃん、私が今お姉ちゃんの力になれることってないの？もちろんあるわよ。え、はあ、お姉ちゃん、やっぱり落ち着くわね。あったかくてすべすべで、なんとも絶妙な抱き心地じゃの。はあ、エステルお姉ちゃんでも。私ティータがいてくれて助かってるよ。もちろん機械に詳しいとか専門的なことに関してもだけど、ティータが笑ってくれるだけで頑張ろうって気分になれるのよね。え、レンだってティータと一緒に楽しそうに遊んでいたじゃない。ひょっとしたら私たちを騙す演技だったのかもしれないけど、でも全部が全部嘘じゃなかったと思うんだ。きっとあの子に届いてると思う。そうなのかな。だったらようやく笑ってくれ。うんうん、やっぱりティータは笑顔が一番。たまに見せるベソ描いた顔も可愛いといえば可愛いんだけどね。もうお姉ちゃんたら。ありがとう姉ちゃん、そんな風に言ってくれて。私そろそろ席に戻るね。うん、また後でね。なるほどね。いや、実は記者の諸君がエステル君を訪ねてきたのさ。その後彼女の様子が変だったから何の話だと思ったんだがやっと疑問が氷解したよ。うん、ああ、それでオッケーだ。王国軍に報告することはない。どうせ彼あたりは全部予測していただろうからね。僕の読みも大したものだろう。いや、実はかなり適当だったんだが、まさにひょうたんから駒だったみたいだね。うん、わかったわかった、そう怖い声を出すものじゃない。いずれにせよ例の準備は帝都に帰還次第始めてくれ。ああ、できればあの人を割り込ませる方向で。よろしく頼むよ、親友。ふん、まさかミュラーと互角に渡り合えるとはね。さすが結社の元エージェントといったところか。しかし僕の読みが当たっていたということは。何が当たってたの？エステル君。何よ、こんなところでひそひそ話なんかして。で、あれ、オリビエ誰と話してたの？何のことだい。この僕が君以外の女性とこんなところで密会をするとでも？おかしいわね。
あんたが誰かと話していたのが聞こえてたんだけど。参ったな、独り言を聞かれてしまったか。え、独り言？独り言というのはちょっと語弊があるかな。その昔、僕が主役を演じた舞台のセリフを口にしていたのさ。舞台のセリフって、なんで目的地のボース地方はエレボニアに最も近い場所。そこへ向かうにつれて、郷愁の念に駆られてしまってね。ありし日の切ない思いが口からこぼれ落ちてしまったのさ。そうだったんだ。とか納得すると思う？ギク。どうもオリビエって怪しいところが多いのよね。前にも父さんとこそこそ何か話し合ってたみたいだし、そろそろ本当の目的を教えてくれてもいいんじゃない？まさか君からそんな風に突っ込まれるとは。成長したね、エステル君。みんなに鍛えられたからね。それで話すの？話さないの？話す代わりに君を少し安心させてあげよう。今はそれで勘弁してほしい。え？例の空賊団の飛行艇だが、多分あれが奪われたことは大した問題にはならないだろう。え？前にも言っただろ、空賊団のメンバーが元エレボニア貴族というのは帝国にとっては耳の痛い話だ。だがリベールにしても不戦条約を締結するためにはことさら問題にしたくない。その意味では空賊艇がこのタイミングで奪われたことは火種の一つが消えたことになるのさ。そういうものなんだ。まあこれで空賊たちが懲りずに略奪でも働いたら話は別だがね。どうやらその心配もなさそうだ。確かにヨシアがついてるんだったら略奪なんてさせないだろうし、どうして空賊たちが略奪をしないってわかるわけ？エステル君の方こそなんで確かになんだい？さてと、僕は席に戻るとしようかな。エステル君も一緒に来るかい？遠慮しとくわ。ねえオリビエ、一つだけ聞いてもいい？なんだい？私オリビエについて知らないことがいっぱいあるけど、それでも仲間としてすごく頼りにさせてもらってる。たとえどんなことがあっても信頼できる人だと勝手に思ってる。そういうのって迷惑かな？あ、何よ、目を丸くしちゃって。いや迷惑だなんてそんなことあるわけないだろ。君の愛と信頼に応えるべくこれからも精進させてもらうよ。愛はないんですけど、でもありがとうオリビエ。どういたしまして。それでは僕は失礼するよ。
お待たせしまちゃ。ほらエステル、さっさと座りなさい。立ってたら危ないわよ。うん。本日は飛行専攻者をご利用、ロレントでお降りになるお客様は、え？これは、なんだこれは。どうしてこんな低い高度で雲の中に入ったりするんだ。いえ、これは雲というよりも、管制塔より連絡がありました。どうやらロレント市一帯に突然濃霧が発生したそうです。なんだと。なんなのこれ。うん、雲の中にでも入ったのかな。そうかもしれないけど、その割には高度が低いわね。飛行船の着陸時にはこういうことがよくあるのか。いや、珍しいと思うぜ。私もです。皆様どうぞ落ち着いてください。管制塔からの連絡でロレント市一帯に濃い霧が発生していることが判明しました。現在着陸時の視界確保のため、夜間のサーチライトの準備を今しばらくお待ちください。霧って、確かにロレントにも霧が出るけど、せいぜいもやくらいだったよね。ええ、こんな濃いのは記憶にないわ。嫌な予感がするわね。定期船も霧が晴れるまで出航を見合わせる。うん、ここは一旦降りてギルドに行った方がいいわね。そうだな。え、どうして。地元のお前さんたちがいぶかしがるような異常な濃霧、結社が絡んでいる可能性もあるだろう。あ残る地方はボースとロレント、そして次はボースではなくロレントだったということかな。まさかこんな時にあなたたちが来てくれるなんて。確かボース支部に向かう途中だったのよね。ええ、その通りよ。狙ったようなタイミングで足止めを食らっちゃったわ。おかげでうちはとっても助かったけどね。それにしてもエステルと会うのは訓練場に行くとき以来かしら。新しい仕事用の服もだいぶ板についたみたいね。そっかな。ジンさん、クローディア殿下、ティータさんとは初めてよね。私ロレント支部の受付を務める、はい、よろしくお願いしますね。はい、こちらこそ。あのよろしくお願いします。お前さんの噂はいろいろと聞かせてもらってるよ。あら、そうなんですか。ところでオリビアさん、そんなところでどうしたのかしら。気にしないでくれたまえ。決してあの夜のことがフラッシュバックするとかそういうわけではないんだからね。おそっとしておいてあげなさい。そういえばアガットはアイナと面識あるのよね。まあな。ロレントにはあまり寄らねえから何度か会った程度だが。今回はよろしくね。挨拶はこのくらいにして、早速状況を説明させてくれる？
ええ、お願いするわ。霧が発生したのは今日の明け方くらいになるわ。最初はうっすらともやがかかった程度だったけど、みるみるうちに濃くなって視界を遮るほどになったの。どういう原因で発生したのか現時点では分かりませんか？ええ、今のところはロレント市の全域を覆っているのは確かですが、霧にもいろいろ種類があるからな。沖合で発生して海岸に流れてくるものもあれば、盆地で発生するものもある。うん、王国地図を見るとロレントは盆地にあるようだね。ええ、どちらかというと単なる自然現象である可能性も否定できないわね。どちらにせよ警戒はした方がいいみたいね。防水機は中断して、このままロレント地方で様子を見た方がいいんじゃないかしら。その方が良さそうだな。どの道霧が晴れるまでは定期船も動かねえみてえだし。あ、そのなんだエステル。例の空賊事件はどうするのかなって。そいつはもともと他に手がかりがなさそうだから調べてみようって。調査自体は王国軍がやってるし、俺たちが無理に行く必要はね。でもなんだ、気になることでもあるのか？うん、でもエステル、あんたの心当たりが何なのかは知らないけど、少し冷静に考えてみなさい。え？空賊艇の奪還事件はある意味終わった事件よ。人質が取られたのならともかく、ギルドが動く緊急性もない。そもそも空賊がボース周辺に留まっている可能性も低いしね。それは一方、こっちの異常現象は今起こりつつある事件だわ。もしも結社の仕業だったら、さらに何か起きる可能性もある。さあ、どちらを取るのが正しいの？エステルさん。あのシェラさん、多分お姉ちゃんにも事情が。姉の言う通りだわ。お姉ちゃん、ごめんね。知らねえ、私ちょっと周りが見えてなかったみたい。謝ることなんてないわ。周りが見えなくなるのは誰にだってあることだしね。私だってそうだし、そこのアガットなんて特にね。んだと？でも己を見失わずに常に最善の道を模索するのも遊撃士には必要な。言うは易し、行うは難しなんだけどね。そのあたりに関しては俺もまだまだ修行中の身だな。旦那の足元にも及ばんだろう。そうなの？どんな逆境でも己を見失わず、ユーモアすら漂わせる真の強さ。以前旦那がカルバードに来た時、何度も七を助けられたもんだぜ。そうなんだ。まあ、あの親父の息なんざ簡単に届くわけはねえからな。俺たちは俺たちなりに一歩ずつ進むしかねえだろう。うん、そうだね。アイナさん、ごめん、話を脱線させちゃって。いいのよ。それでは話を進めさせてもらうけど、現時点であなたたちに要請したい仕事は特にないの。何か起こった時のために待機してくれるだけでいいわ。家で待っててくれてもいいのよ。あ、うん、家には戻るつもりだけど、それ以外に気をつけておくことってない？強いて言うなら、街道の様子を調べてきてほしいくらいかしら。街道の様子を調べる？さっきも言った通り、霧はロレント市全域を覆っているんだけど、町外れの方にも結構広がっているみたいなの。今後のことを考えると、発生範囲がどのくらいか知っておきたいのよね。うん、このまま定期船が使えない事態が続けば陸路を確保する必要があるわけか。ええ、そういうこと。南のエリーズ街道、西のミルヒ街道、北のマルガ山道、
この3つの道でどこまで霧が続いているか。了解。そのくらいお安い御用だわ。さて、そうなると今回は私とエステルが案内役になった方がいいみたいね。うん、そうね。ロレント地方なら大体知ってるし。仕方ね。とっとと同行者を選びな。任せろ。行こう。それにしてもすごいわね。知り尽くしている街なのに迷っちゃいそうな気がするわ。そうならないように地図とコンパスがあるのよ。方向を見失ったら参照しながら進みましょう。うん、そうね。とりあえずそれぞれの道で霧の範囲を調べるとして、アガット、ジンさん、一度家の様子を確かめに行ってもいいかな。ああ、構わないぜ。早速招待させてもらうことになりそうだな。さてと、それじゃ出発するわよ。
ー